はいどうもブラッドです。では今日からエンゼルスもオープン戦が始まっています。見ていきましょう。まずは今日の大谷さん、フリーバッティングで23スイング中柵越えを8本、また急遽決まったそうですがライブ BP でシルセスと3打席対戦、フォアボールに見逃し三振、そしてレフトオーバーかという大きな当たりを飛ばしていました。シルセスは翔平と対戦するせっかくの機会なので持ち球すべてを投げた、スライダーで空振りを取れたことは自信になると話しています。また明日のオープン戦では3番 DH で出ることがネビン監督から明かされています。オープン戦です。今日はマリナーズと戦って5対1でエンゼルス快勝しています。そして試合時間ですけども、今日はね2時間16分、非常に早かったですね。これメジャーファンでも賛否あるんですが、個人的には早く終わるのは賛成です。ただ緊迫した場面でピッチャーとバッターが対戦するね、その間、この間も非常に面白い部分ではあるので、例えばポストシーズンだけは制限をなくしてほしいなっていう気持ちはあります。まあ1ヶ月後にはその考えも改まってるかもしれないし、今文句言ってる人も慣れてきて何も言わなくなるんじゃないかなと思いますけどね。打者の成績です。左上からフレッチャーは3打数ノーヒット、途中出場のトッププロスペクトザックネトは2打数ノーヒット。ネトは今日悪目立ちしてましたね。三振した球は外に大きく外れるスライダーでしたし、守備面でも送球が一つそれたのと、取れそうなライナーグラブに当てながら落としたっていうのがありましたので、まあまだまだこれからでしょう。レイヒーホは左打席でレフトに流し打ちを1本で、ステファニックもセンター前ゴロでヒット、アーシラは今日はノーヒット、ジェレマイア・ジャクソンもノーヒット、サイスはライト前に痛烈な当たりでヒット1本、さらにフォアボール、ゴードイもフォアボール1つ、エマーソンは守備のみで、アデルが今日ホームランを打ちました。いや、いきなりやってくれました。テンションが上がりました。まあ去年の春も非常に調子良かったので、まだねどうっていうことはないんですけど、ただ結果が出たっていうことは間違いなくいいですね。このままどんどんアピールしていってほしいです。あとアデルは今日自動ストライク取られちゃいましたね。タイマーが残り8秒になる前にバッターは準備しなきゃいけないんですけど、ギリギリ残り7秒5ぐらいでアデルが準備終わった感じだったので、それでストライク取られてましたね。まあらしいっちゃらしいです。あとこのルールによってバッターサイドもタイムがね1打席で1回しか使えないんですけど、アデルホームラン打った時直前にタイムかけてるんですよね。だからちゃんとね自分の間合いというかリズムっていうのがちゃんと確立してるんだなーって思いましたね。また打った球は多分まっすぐだと思うんですけど、真ん中ちょっと外寄りでしたね。それを左中間、もう深々余裕のスタンドイン、かなり迫力ある打球でしたね。そして続いてホワイトヒールドノーヒット、モニアック、こちらヒット当たりそんな良くないんですけど、二遊間空いたところを抜けていきました。でバレーラノーヒットで、でパドロが2安打で、キャベッジもヒット、テイラー・ジョーンズも2安打、ブレッド・フィリップスは今日はヒット出ませんでしたね。で見逃し三振が1つでした。でテオドシオもノーヒットという打撃成績でした。ピッチャー陣、先発デビッドソンは2回をパーフェクト3三振、空振りよく取ってたのはいいですね。ただ抜け球も結構目立ってましたので、これからもっと調整してって良くなってくれるといいですね。でその後ウェッブ、デベンスキーと投げて、そしてジョナサン・ホールダーがマリナーズのケイド・マーローに一発を浴びています。でウォーレン1イニングパーフェクト、レイエスは満塁のピンチを招きながら連続三振で無失点、そして40人枠に入ったばかりのコールトン・イングラム、去年 WA のリリーフで防御率2点台と非常に高騰した選手です。イングラムも1イニングをパーフェクト2三振、最後セザー・バルデスゲッツーで締めて試合終了ということになっています。明日の先発メンバーです。キャッチャーオハッピー、ファーストジェイク・ラム、セカンドにドリューリー、サードにレンドン、ショートベラスケス、外野ウォード、トラウト、レンフロー、 DH 大谷選手、先発デトマーズとなっています。で打順なんですけど、1番から4番まではウォード、トラウト、大谷選手、レンドン、この4人は明らかになっています。もうほとんど本気メンバーですね。ちなみにファーストウォルシュはこの試合のさらに翌日ですねからメンバーに入っていくそうです。
はい、ということで今回の情報以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。